ンドドンガドン。おい、しのすけ。おお、父ちゃん、バカンス楽しんでる？おい、この状況がそんな風に見えるか。綺麗なお姉さんを見て鼻の下を伸ばしてると思ったら、鼻の下が長いでっかいおじさんと遊んでたなんて。もしかして父ちゃんの趣味変わった？誰がこんなゴリラみたいなやつと遊ぶかよ。ねんどどんがどん、わしはゴリラではない、エンドコネクタードドン様だドン。変な名前。うるさい。コーネル様につけてもらった名前をバカにするとは許せんドン。あっち、しのすけ、このゴリラを怒らせること言うな。ドドンがドン。悪かった悪かった、謝るから早くここから出してくれよ。硬いヘラが見つかるまでは出してやれないドン。あなたも硬いヘラを探しているのですか？一番最初に見つけてコーネル様に褒めてもらうんだドン。ってことはまだ見つかってないピョンね。ゴリラよりも先に見つけるだピョン。ドドンがドン。お前らみんな粘土にしてやるドン。ほんでもって熱々の粘土でできた炎で焼き物のお椀にしてやるドン。お椀にしてどうすんだ。飯をいっぱい入れて食うんだドン。父ちゃんの顔がついたお茶碗でご飯を食べたら食欲がなくなりそうだぞ。食べ物の話をしていたら腹が減ってきたドン。腹が減るとイライラしてくるドン。硬いヘラよりもまずは腹ごしらえだドン。
Woo!
を倒したことでちょっとは地上世界の粘土化に歯止めがかかったはずだぴょん。どうなることかと思ったぜ。なんて臭い足だぴょん。こんな足で私の体に乗り込まないでほしいぴょん。しんのすけ、助かった、ありがとう。ハワイで綺麗なお姉さんたちとおバカンスがしたかっただけなんだけど。おいおい、しんちゃん様、そんなゆっくり遊んでいる暇はないですわ。こんなことをしている間にも世界はどんどん粘土になっているのですから。水着のお姉さんとおバカンス、とにかくご無事でよかったですわ。さあ、ここから脱出しましょう。って、聞いてない。